こちらさん、お好きな屋台のうちの一つなんではないですか？そうですね、はい、全く美術工芸品が屋台となって現れたという感じの非常にうまくなった屋台です。はい、屋台の2階の欄干の下 の、はい、あのところが白くなってますが、はい、あれは欄干という技法で、はい、約90個の卵の殻を貼り付けてやってあるんですよね、はい、まあ、あの漆業者さんが、はい、あのもうそうですね、2ヶ月ぐらい卵ばっか食べてたって話です。なるほど。とても自分の死だけじゃ食べきれなくて近所周りに全部卵を配ってたらしいですね。そうですか、卵白といった技法なんですね。他にも蒔絵ですとか螺鈿とか本当に素敵な装飾のこの村瀬川の屋台でございます。昨年は何か、はい、なんか和の漆塗りを施したということで、砂利が古くなったもんですからね、あの砂利を新調しまして、あの昨年ようやくその砂利にも漆が塗られたんです。はい、黒の朱の和がとてもうめきを放っております。本当に美術工芸品といった感じの屋台ですね。近くでぜひとも皆様にもご覧いただきたいと思います。やっぱは高巻き、すべき高巻き、そして障子にもあの金巻きが施されますね、はい、非常にきらびやかな、ね、
Yeah.